イーダコジのオッケーコジーアップ10月24日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庸一華ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号 今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。さあ、今週は菅総理大臣就任後初の外遊、アメリカ大統領選、トランプ大統領最後の討論会。 アメリカ司法省が Google を独占禁止法違反の疑いで提訴。JR 東日本首都圏の終電、来年の春から最大37分の繰り上げを発表。などなどたくさんニュースをお伝えしてきました。えー、そしてこの番組では6時からコメンテーターが登場。工事専門家会議と題してニュースに関して専門的な提言を伺いました。 各コメンテーターの提言、もうお聞きいただきましたかいかがでしたでしょうか聞き逃しちゃったなーという方はぜひ、ラジコのタイムフリーや YouTube、そしてこのポッドキャストで改めてお聞きください。それでは各曜日で取り上げた工事専門家会議を振り返ります。19日月曜日、須田慎一郎さん。 コロナによる航空業界への影響と対応について、これからの復興策を提言いただきました。20日火曜日、高橋洋一さん。なぜ消費税は減税できないのか、財務官僚の仕事とはどういったものなのかというポイントから解説いただきました。21日水曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。 天皇陛下の行為継承について、どのように議論していくべきか解説をしていただきました。22日木曜日、飯田康之さん。経済学、統計学をいかに普段の生活で役立てるか、ネガティブな情報の必要性についてお話しいただきました。23日金曜日、内閣官房参与に任命された三宅国彦さん。 リスナーの皆さんからたくさん質問をいただきました。菅総理大臣の初の外遊について、そして菅総理の踏み込んだメッセージを読み解いていただきました。それでは今週の特集、工事専門家会議から一つプレイバックします。20日火曜日、高橋洋一さん。なぜ消費税は減税できないのか財務官僚の仕事とはどういったものなのかそれでは参りましょう。 今週のプレイバック工事専門家会議。えー、ニュースに関する専門的な提言をいただくんですが、高橋さん、ではこの時間お話しいただくテーマをお願いします、えー。消費税の減税はなぜできないのか。お<ー>、うん、ということで、これなぜできないのか。 ですがえー、何が立ちはだかってるんですかもうその本体してしてはいるからね。あの、<laughs> まあ財務省でしょ <laughs> はい。<laughs> ええ、ねえ。 もともと財務省の仕事ってお金集めるのと使うことと両方のはずなんですけどそうね、集めて使う、はい、でも、その集めてっていうのが結構ポイントでね、はい、まあ普通にほっとくと集まるのは集まるんですけどね、それ営業届じゃないでしょと、うん、だから税率を上げると、実は計算上集まるのが大きくなるから、はい、だから税率上げるのが好きだと、だから税率上げることを実は増税っていうんですよね、ただ単に税収が増えることは増税じゃないですから。あ ほっといても、その経済成長あと、増収っていう形になるんですけどね、はい、全然税率は変わらない、うん、でもその税率を上げて、歳入を増やすっていうのが、一番、大倉管理にとって、あ財務管理にとってはね、うん、まあ一番なんかポイントになるというかね、仕事やったって感じがするんですけどねあそこで評価されるって感じなんですか、あそうですねやっぱりあの増税法案を作ったに、やつは大体みんな出世してますよね。 はあ、ええ、これ、そのね、税収上げるのには、だから二通りあって、税率を上げるのか、ええ、それとも、ええ、まあ、経済成長で、も、元のパイを大きくして、それで稼ぐのか。まあ、そうね、経済成長がまあ王道といえば王道なんですけどね。えー、でも、それは、えー、まあ、永久努力じゃないって、そんな感じですけどね。あ 財務官僚からすると、自分たちの努力じゃないと。営業努力じゃない。営業努力。<laughs> <laughs> 汗かいてないってことになるんですかもうね、あの、だから一般的に経済成長大きくなると、その分だけ、実は歳出も増えるから、はい、あ雨もうまあ関係ないんだっていうふうな感じですけどね。はぁ<ー>。えー、で、その歳出の部分っていうのは、<え>じゃ財務省的にはあんまり 考えがないってことなんですかいやいや、あの、だから歳出が全てですよ。だからその予算ってのは歳出権の配分ですからね。はい。あの、だからその歳出こそが全てですよ。歳出こそが全てだって予算ってもともと歳出権を与えるっていう、それだけしか書いてないんですよ。歳入の方は単なる見積もりだから。はい。だから歳出権をどんだけ与えられるかっていうのが仕事のポイントでね。歳出権が増えれば、まあはっきり言えば、あの、ブイブイ言えるわけでしょ上げてる。あの、いろんな省庁にね。はい。そこがやっぱり、あの、 一番気にしますわね普通の会社だったら、えー、あるいは個人でもそうですけど、えー、まず稼ぐことを考えて、その稼いだ分からどう,こう配分していくかってことを考えると、そうすると、そ,ね、その稼ぐっていうところで、財務省だったら経済成長でも稼げるんだから、それでいいじゃないかと思うんだけど。どう思うんですけどねね<う>経済成長は なんか実質的な歳出権のまあ歳出権は広がるんですけど自動的に拡大しちゃう面があるから、はい、あんまり広がんなくてそれでまあ増税っていうね税率を上げるってことがやっぱりでほ他の人が結構嫌がる。 だめっていうのはでしょ、うん、それを困難を乗り越えてやったっていうのも、はい、まあね、あの、財務省的には中で。<laughs> なんか変な話なんですけどね。間違ったっすか間違ったっすか間違ったかまあ、はっきり言えばそうですね。マクド経済、だからあんまり考えないっていうのが、まあ、ポイントかもしれませんけどね。ああ<ー>、ね、経済の規模は常に一定で、ってことは税率を上げれば、うん、歳入が増えてくるっていう。そういう単純なね。あの、予算ではそういう単純なロジックがあるんでね。はい、だから税率を上げたくなるんですけどね。うん それでも最終的には再出現の拡大っていうのに繋がって。再出現拡大すると、まあね、組織としては潤う,うわけですよ。雨下りが増えたりとかね。はい。<laughs> ね なるほどでその歳出権のお金を出す方の部分が、なんか全部、ある意味、歳入の税金と紐づいちゃって本当はあんまりひづけちゃいけないっていうのが原則あるんですけどね、一般財源原則っていうのがあって、ジェネルファンドって、そういうものすごく原則があって、あんまり紐付けると、こ直いするから良くないって話なんですあそうなんですか、なんかもう消費税なんてね、公然と社会保障の財源だからみたいな、財源、財源って話ばっかりだけど、えっ、 元々原則は紐けけちゃいけないいなんですかあれ、うん、あれ間違いあそうなんですか、えー、だから、消費税を社会保障の目的税にしてる国はないですからなんか、がんじるめじゃないですか、もう教育の無償化にも使ってるし、社会保障にも使ってるし、だから下げられませんみたいな、そ,うえそれじゃあ原則外してるんですかそれあのそれだ、ものすごいその大原則、外れてる話ですよ。 元々そうなんですね、えー、だから消費税ってもともと一般財源っていうかね、地方の一般財源というのが普通ですから、あれを紐付つけちゃうと、それはものすごい間違いですよねそういえば昔ね、えー、あの一般財源か特定財源かみたいな話で、えー、その道路の特定財源とかって、まあ、ガソリン税とかなんとかから出てたって言ったでしょ、すごいマスコミ叩きましたよね、あれっちの方が理論的には正しいんですけどね、なるべく一般財源にするってあの硬直、歳出を硬直化しないっていうのが大原則なんですよ。 今の全く消費税については全くデタラメやりすぎて、はい、だからあれは本当に言うと、社会保障だからね、うん、保険料でやるのが普通なんですよ、だからそれを消費税当てちゃったっていうのはものすごく間違いで、制度運営が将来的にどうなるかっていうと、ちょっと硬直化するっていうのは、私は恐れてますけどね、はい、社会保障制度自体がちょっと危なくなるかもしれないです。あ<ー>ね これね、あの、その道路の特定財料の時に、いや、これはだって道路は車乗ってる人が使うでしょって、うん、だから受益者が負担するっていうのが原則なんですっていう説明がなされたと思います、まあ、そうね、そういう分かりやすいもので特定、あの、目的税はなくはないんですけどね。うんそういうのってすごく限定的だから、はい、消費税なんかちょっとそういうのはないですね。そういうふうにと目的特定、目的税にする国がないですね。でも、その原則だったりとかね、諸外国の現状とかって、ええええ 財務官僚の人たちってそもそも東大法学部出たような頭の人たちで分かんないはずないじゃないですか。<laughs> 知ってますよ。だから、えっと、1998年だったかな。はい。あの、消費税は社会保障目的するしている国はないっていうふうに、答申も出したことありますよ。ええあ、財務省が。うん。 そうなんですかそう私書いてたけど。<laughs> <laughs> え、じゃあ、前言翻したみたいなもんじゃないですか <laughs> いや、もうだ、だから私なんか、その後アメリカ行った時、びっくりしましたよ。あの、えっ、ー、と、時事連合つってね、自由党とやって小沢一郎さんに、はい、なんか、えーと、消費税は社会保障にリンクするって話が小沢一郎さんが喋ってた時に、私、ええー、と思いましたよ<ー>、うん。本当に驚きましたね。だからあれ、方針ひっくり返して、はい、どうしてもあれでしょう、社会保障にリンクして、消費税の上げを狙ってたっていうしか思えないですよね。えー、はあ、え、消費税 あげるためだったら、その大原則もぶちやぶちやって、なりふり構わなかったか。私はだから、驚いてね、それはちょっと全、ぜあの国のね、運営にね。あの、もう間違うんじゃないかなと思って、心配したくらいで、今も心配してますけどね、だから。いつも国会行って、こういう話するんですけどね、私以外に、すいませんね。おお。えー、もう、そういう話するのって、多分なっちゃったんですか。あ、今の中の人は、そうでしょう。 うんだってもうそうやってあのその方針で言っちゃってもうそうやってそうやってあの社会保障のために消費税が必要だって言い続けちゃったわですからねうんもう戻れないですよねもう戻れないええ<ー>だって間違ったって言わなきゃいけないからああ間違ったって言えないんですか言いにくいでしょう 例えば、この、去年の10月の消費税の上げだって、はい、あれ上げて、その後、えっ、ー、と、10、12がマイナスになって、うん、それで、その後、それを引きずって、1、3もマイナスになって、その後、4、6がコーナーで猛烈マイナスでしょ、はい、でも、あの、なんかみんな忘れちゃって、コーナーだって言ってるじゃないですか。消費税の話なんてみんな忘れちゃって、消費税やってる時にコーナーがあったから、非常に、はい、悲惨になっちゃったんですけどね。うん。これ、それをこう、変えていくっていうのはこれ、と、うん、いうか、中で働いてる、例えば若い人だと、 おかしくないですかみたいな話で出ないんですかおかしくないってね言うのが勇気いるかもしれませんね自分の出世を捨てなきゃならないとか捨て,てるしだからよっぽど強く言えないとあの打ち負けちゃうあの結構ほら優秀なやつが多いじゃないですかあ<ー>あいえばこういうっていう話たくさんいるから、はい、そういうのがものすごくたくさんいるから中で言うのは結構大変かもしれませんけどねなるほど、えー、そうするとこう政治家で大臣できても、うん、言いまかされちゃうわけですかもちろん簡単ですよ簡単に言いまかされますよ <laughs> <で>す <laughs> <laughs> だってマスク みは現にそうじゃないですか。だって私みたいに意見言わないじゃない <laughs>、えー。確かにマスコミもね、うんえー、経済部のエースと呼ばれる人たちが財務省のクラブに入ってるはずなんです。五分か三分ぐらいでアウトじゃないですか。五分か三分。<laughs> そうするとね、これ救いがない中で高橋さん賛否を いや私20年以上同じこと言ってるから変わらないですけどねけ <laughs> もっと仲間が増えないとダメってことですかねえだって一人でずっと20年間ぐらい言ってって変じゃないですかこの <laughs>、ね。本当は学者が言うべきなんですけどねもっとね学者も言わない言わない <laughs> <laughs> この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します 日本放送アナウンサーの新妙一花がお送りしている、飯田康コの OK 康ーアップ、週末増刊号いろいろとですね、メールとかツイッターでいただくんですが、飯田康コの オッケーコージーアープっていうジングルがあると思うんですけど、今あのお聞きいただいたようにですね、あのよくこう、信用さんが歌ってるんですかのジングルって質問いただくんですが、私ではないんです。あの、私が歌うとこんな感じになっちゃうので、<laughs> あんなにおしゃれに歌えないもんでして、あの、あの声は私ではありません。はい。さあ、それでは今週も、えー、番組にはたくさんのメッセージをいただきましたので、紹介していきたいと思います。えまずはですね、 うんと東京都にお住まいの40代の方からいただきました。えー、今週のですね、コメンテーターの方へのですね、感想いろいろと届いております。須田さんの大阪都構想、公明党の思惑、裏事情話。 しっくりきました。東京に住む我々も他人事ではなく、今回の選挙結果など含めて、しっかりと関心を持って見守っていきたいと思いました。といただきました。ありがとうございます。えー、大阪都構想の賛否を問う住民投票は、11月1日投開票ということなんですけれども、次回の須田さんの登場はですね、この翌日、11月2日月曜日となっていますのでね、またあの、いろいろと解説していただきたいと思います。 続きまして、東京都日野市にお住まいの70代の主婦の方からいただきました。青山さんの皇位継承のお話はよく分かったし、今までこういう説明をされた方はいなかったと思います。今後この話題を報じるときは必ず青山さんに参加していただかないと。この頃のマスコミメディアの方法は偏っていたり、正確でないコメントや切り抜きで 不信感を持っています。そんなわけで、この日本にとって、また国民にとって、重要なことは正しくメッセージとして発信してほしいと思います。えー、コメンテーターのリクエストもいただいていますね。福岡県、福岡市にお住まいの男性の方からです。久しぶりに常年司さんの悪態が聞きたいですね。といただきました。悪態って <laughs>、えっとですね。あの、飯田浩二アナウンサーの イベント以前あの有楽町にある読売ホールというところでそこまで言うか「ザ・ライブ」というイベントがあったんですけれどもそのイベントにあの常念さんは登場していただいたことがあります。経済評論家の常年司さんですね え、現在はですね、ちょっと、コジアップのあの、裏の番組で現在活動中なところもあるので、大人の事情とかもあるんですけど、ね、機会があったらぜひ来ていただきたいなという思いはありますよね。あの、ちょっとこう、サブカルネタをこう、挟みながら解説されるところが私もあの、好きだったりします。えー、ご意見いただきましてありがとうございます。 続いてですね、奥様からいただいたメールをですね、2通紹介したいと思います。まずこちらですね。大阪府にお住まいの50代の女性の方からです。えー、飯田さんと新業さんの歯切れの良いトーク、楽しいです。先日気がつきました。弁の立つ夫と口論になった際、負けなくなった。お <laughs> 以前は言い任されてもやもやしていたのに、自分の気持ちを言葉にするスキルが上がってる。 質のいい会話を聞くことはとても大切なんだと実感しています。質のいい会話になってますかね大丈夫ですかあの、金曜日、春風亭一之助さんのあなたとハッピーという番組が工事アップ終わった後ですね、8時からスタートするんですが、その番組の中で、あの、私と飯田アナウンサーちょっとこう、乱入と言いますか、ちょっとお邪魔させてもらってですね、飯田さんのこう、鼻毛の話になっちゃったりですとか、 あのポッドキャストや YouTube でお聴きの方はもしかしたら気づかれてないかもしれませんけれどもえラジコのタイムフリーですとかリアルタイムで聞いていただくと結構そのサブカルの話ですとか鉄道の話ですとか結構こう趣味の話とかも全開で話しているので。 質のいい会話なのかどうかはちょっとわからないんですけど、楽しく放送は毎朝しております。あの、引き続き、え、あの、少し質のいい会話に近づくように努力はしていきたいと思います。ありがとうございます。 東京都稲城市にお住まいの50代の主婦の方からいただきましたやっと衣替えができましたクローゼットの中の夏物を出して家で洗えるものクリーニングに出すものとに分けましたでもクリーニングに出すものがほとんどないんです夏にお出かけをしていないので家で洗えるものばかりクリーニング代がかからなくていいなと思うと同時に クリーニング屋さん大変かもと思いました。そうですよね。私もそれ同じ感想を思いました。私も先日衣替えをしまして、私はあの冬物の洋服ってどうしてもニットですとかそのダウンコートとかかさばってしまうので、クリーニング屋さんに預けていてで、それをこう送ってもらうサービスを利用してるんですが、送ってもらったので、それをクローゼットに入れて夏物をパッてこう出したんですけど、意外とこの夏は、 着なかった洋服多かったなって思ったんですよね。なので私も夏物の洋服クリーニング屋さんに出すその点数はかなり今回は減りそうですね。うん。あのぜひあの季節はもうこれから秋から冬へと移っていきますので、お聞きのあなたのその身の回りのことですね、地域の話題ですとか、あとコメンテーターへの質問などもぜひあのお寄せください。お待ちしています。 この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。続いて、これからの予定です。25日日曜日、京都で競馬喫下賞。26日月曜日、臨時国会開会菅総理大臣所信表明演説。APEC アジア太平洋経済協力会議の財務省会合。プロ野球ドラフト会議。大相撲11月場所番付発表。27日火曜日、定例閣議、衆議院代表質問。28日水曜日、衆議院代表質問。日銀の金融政策決定会合。29日木曜日、参議院代表質問。 日銀黒田総裁会見。栃木県知事選告示。内閣府10月の消費動向調査発表。ECB ヨーロッパ中央銀行定例理事会。30日金曜日。参議院代表質問。厚労省9月の有効求人倍率発表。30日土曜日。首里城の火災から1年という予定になっています。 26日月曜日に行われるプロ野球ドラフト会議は日本放送で夕方5時から生中継でお送りします。ぜひこちらもお聞きください。続いてコメンテーターのラインナップを紹介します。26日月曜日、慶応義塾大学総合政策学部教授の神保健さん。27日火曜日、 テレビ東京報道局ニュースセンター政治担当官邸キャップ、篠原博明さん、初登場です。あ、ちなみにですね、テレビ東京の YouTube チャンネル、テレ東ニュースというのがあるんですけれども、この中で、あの、篠原さんと飯田アナウンサー、対談している様子とかもアップされているので、もしよろしかったらご覧になってみてください。28日水曜日、数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さん。 29日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。30日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK 工事ヤップ。いつもご愛聴いただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。 ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。えー、ちなみに私はこの週末、話題になっている映画、鬼滅の刃、ついに、見に行きます。あの、漫画は前回読んでいるので、本当にドキドキなんですけれども、煉獄さんの生き様を、しかとこの目に、焼き付けておきたいと思います。行ってきます。飯田康事の、オッケーアップ、週末増刊号 ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。